保険がお得だから家を買うの闇。これ行きましょう。約6年お金に関する情報発信をしてきて強く感じるのがこれ。みんな借金と保険大好きすぎひんっていう、これですね。今欲しいけど手元のお金が足りないからリボ払いで買う。カーローンを組んで買う。住宅ローンを組んで買う。なんとなく将来が不安だから生命保険に入る。外貨建て変額保険に入る。 個人年金保険に入るって言った感じで、もう僕に来る相談のうち、半分ぐらいが借金と保険の話じゃないかなっていう、もうそんな感覚ですね。そして今日のテーマはそこに付随して、断信です。断信。断信は借金と保険がダブルで関係する話題です。つまり、多くの人がハマりやすいテーマってことですね。なので、ここでこけると小金持ちから遠ざかってしまいます。これから家を買おうと思っているっていう人も、もう買っちゃったよっていう人も、 持ち家に興味なんてないよっていう人も全員勉強してほしいです。無料の罠についても触れますからね。男信の基本いきましょう。皆さん、男信ってわかりますかね男信というのは団体信用生命保険のことです。住宅ローンの借り手が死亡または重篤な病気になった場合、保険会社から保険金が支払われて住宅ローン残高がゼロになる。そういう保険のことですね。 一家の大黒柱とかね、住宅ローン組んだ方が、もし亡くなっちゃった場合に、住宅ローンチャラになるっていうね、そういう保険です。で、銀行からすると、多額の借金を残したまま死なれると困るわけですよね。貸したお金を回収できなかったら大問題になりますからね。そこで、こうすることにしました。住宅ローンの借り手に、生命保険に入ってもらう。これで安心ですね。貸し出したお金は無事回収することができる。もしもの時は、保険会社が借金を肩代わりしてくれますからね。 なので大半の銀行では住宅ローンを借りる際に断子のカニを義務付けています。ところでこの断子はざっくり2種類に分けられます。一つ目が一般男子。これは死亡や高度障害の場合に住宅ローン残高がゼロになる基本的な断子。二つ目が疾病断子です。これは死亡、高度障害のみならず、癌や三大疾病等にかかった際にも保険金が払われる断子ですね。 特約付きの男子って言えば分かりやすいですかね。で一般男子は無料。加入義務があることがほとんど。保険料を別途払う必要はありません。一方で、疾病男子は有料です。加入するかどうかは2位。保険料を別途支払うか、住宅ローン金利を0.1%とか0.2%とか上乗せして払うことになります。ここまでが基本ですね。以上を踏まえて、断子に関する学長の見解。結論この通り。1。 男子は悪いものではない。二、男子がお得だから家を買うはありえない。こうですね。順番に見ていきましょう。まず一つ目。男子は悪いものではない。について。お金に強い人は気づいているかもしれませんけど、一般男子は本質的には無料ではありません。これね、誤解されてる方いますけど、一般男子は本質的には無料ではありません。 ネットや SNS では一般男子の保険料は金融機関が保険会社に払ってくれるので無料ですなんて書いてあったりもしますけどね。でもそんなことはないですよ皆さん。目に見える形で別料金を請求されないってことと本当に無料なのは大違いです。営利企業である銀行がボランティアでみんなの保険料を負担してくれるわけがないですよ。ね。銀行はもともと保険料も加味して住宅ローン金利を決めています。 銀行にとって金利は売り上げ。そこから人件費とかオフィス代とか諸々の経費を負担するわけですね。一般男子の保険料もその経費の一部です。銀行はあらゆる経費を加味して、それを支払ってもなお利益が残るように住宅ローン金利を設定してるわけですね。だから、住宅ローンを組めば無料で男子に入れるつまり、無料で多額の生命保険に加入できるようなもの、お得だってことにはなりません。くれぐれも勘違いしないようにしてくださいね。 これよくね、コメント欄で言う方いらっしゃるんですよ。住宅ローンは断子が付いてるんだから無料でしょ無料で保険入れるんだから住宅ローン組まないと損じゃないか、ね、世の中にはこういう無料に見えて本質的には無料じゃないものがたくさんあります。こういうものに惑わされると知らないうちにどんどんお金取られますよ。とはいえですよ。一般男子の保険料は普通の民間の生命保険と比べると割安です。 普通の生命保険も個人で加入するより会社で団体保険に加入する方が割安やったりしますよね。それと同じような話です。安くなる理由はいろいろあるんですけど、ざっくりみんながまとまって入る分スケールメリットがある。保険料の徴収を会社が代行する分保険会社は楽できる。運営経費が下がるっていった感じですね。 なので一般男子もみんなでまとまって入るし、保険料の徴収を銀行が代行するしっていう感じで、保険会社としては割安な保険料を実現できるわけですね。特約についても同じです。保険は不幸の宝くじですから、みんな得する保険なんてものはありえません。ただ、男子については特約も民間の保険と比べると割安なことが多いです。男子の特約に入って民間保険を解約する。 この動きで保証は同じレベルのまま保険料を安くできるケースがあるのは事実ですね。断子の方がちょっと安いですからね。起きる確率は低いんだけど、起きたら人生台無しになりかねない。死亡や重大な病気により多額の住宅ローンが残る。保険料が民間の保険料より割安である。以上のことから断子は悪いものではないっていう結論になるんですね。次二つ目。 ただし、ここからですよ、皆さん。男子がお得だから家を買う。これはありえません。男子がお得だから家を買うっていうのはもう実にナンセンスな話です。皆さん、この営業トークを思い出してほしいです。やったら終わりの新築ワンルームマンション投資の営業トークです。お客様、新築だから長期の融資が組めますよ。これですね。これどうでした、皆さん。銀行はワンルームに価値があるからではなく、借り手の年収を当てにして貸してるんですね。 他にも、毎年、節税になりますよ。これどうでしたか節税、つまり赤字での還付ですよ。儲けて納税した方が手残りは多いです。他にも、断信があるので、生命保険代わりになりますよ。生命保険が欲しいんだったら、生命保険だけベッド買えばよろしいわけですよ。なぜ、新築ワンルームそのものの価値に言及しないのかそれは、こいつ、新築ワンルームの資産価値が大したことないからですよ。言葉はきつくなりますけど、はっきり言いますよ。 売るものそれ自体がゴミだったら、おまけをつけて、それを豪華に見せるしかないんですよ。本当にいいおまけをつけちゃったら売り手が損しますからね。しょぼーいおまけをいいおまけに見せるところが最重要ポイントです。もし皆さんのマイホームそのものに価値があるのであれば、断子のおかげで生命保険見直したら家計節約になりますよ、なんて必死にアピールしなくていいんですよ。駅徒歩2分の立地なんて今後5年出てくるかわかりませんよ、とか。 近隣相場と比べてこんなに安く出てくるなんて一年に一回あるかないか分かりませんよとか、まあ要はリセールバリュー出ますよと、資産価値ありますよと、こんなにお客様の生活スタイルに合う住宅はめったに見つかりませんよ。こういうトークが主軸でいいわけですよ。マイホームそのものの価値に焦点当てればいいわけですよね。なんだけど、節税とかね。生命保険が、断信がついてるからとか、なぜオプションの方を強く見せるのか、それは本体がゴミだからです。 しょぼいおまけを一生懸命いいおまけに見せないとしょうがないからですよ。マイホーム購入というのは不動産という高額資産を購入するということなんです。なので、浪費と割り切って贅沢な機能を求めるか、投資と割り切って資産価値を求めるか、それはその人次第です。だけど、どちらにしてもおまけは所詮おまけですよ。男子がお得だから住宅ローンを組む。男子がお得だから住宅ローンはまだまだ返さない。 こんな感じで、おまけを前面に出して意思決定するなんて、僕からするともうあり得ない話です。まあ、男心自体はいいんですけどね。別に悪いものってわけじゃないんだけど、おまけ目当てでお菓子を買う。これが可愛くて許されるのは子供だけだと思いますよ。なので、結局、借金と保険から距離を置こうと。冒頭で説明したように、男心は借金と保険がセットになったテーマなんです。 世の中には借金させたくてしょうがない人と、借金したくてたまらない人。他にも保険に入らせたくてしょうがない人と、保険に入りたくてしょうがない人。こういう人がいるから、経済がよく回ってはいますけどね。ただ、小金持ちになりたければ、この地獄の輪廻から意識的に離れるべきじゃないですかね。借金なんてしない。保険は必要最小限。こう決めるだけで、家計も資産形成もだいぶね、楽になると思います。 より重要なことに意識もお金も集中できるようになりますからね。まあただしマイホーム購入に関してはインフレの影響で意思決定が難しくなってきてる面はありますけどね。投資が得意な人じゃなければマイホーム購入はおすすめしないっていうのは変わりません。お得に見えるおまけが貧乏谷への招待状であることは多々あるんですね。なので皆さんには本質を見誤らないように注意してほしいです。以上です。